ゼンガー2は1980年代に西ドイツで計画されていた再使用型宇宙王艦機。名称は航空宇宙技術者オイゲンゼンガーにちなむ。ゼンガー2は一種の二段式宇宙輸送機であり、無人航空機である第一段と有力オービタである第二段ホーラスから構成され、どちらも再使用できる。全長50メートル。 翌服25メートル、離陸時総重量500トン以下、宇宙ステーションへの交代要因や補給物資の輸送に用いることが計画されていた。第1弾は、コンコルドなどの技術を応用した極超音速機で、数機のターボラムジェットエンジンを搭載し、高度35キロメートルで最大速度マッハ6を発揮できるものとして計画されていた。第1弾は、 通常の航空機と同様に滑走路から離陸し、高度 30km で機体上部に搭載したホーラスを切り離した後、自動操縦で滑走路へと帰投する。第2弾であるホーラスは、アリアン5ロケットによって打ち上げられる、エルメス系列の宇宙王艦機として計画されていた、ものがゼンガー2に転用されたものである。全微重量は55トン以下で、新型の液体水素。 ロケットエンジンを搭載する。第1弾との組み合わせによって、低軌道上まで運べる自民は12名、ペイロードは5トンまでだが、通常の使い捨て型ロケットを用いて打ち上げることも可能であり、その場合は10トン以上のペイロードを輸送できる。第1弾から切り離された後は、高度8 0トルまで上昇して、大沿軌道の近地点に侵入し、 高度 400km の円地点に到達したところで円軌道に侵入するという計画だった。ホーラスの開発計画は1984年に、ゼンガー2の開発計画は1986年に開始されており、2001年には実機が完成して初飛行する予定だったが、実現していない。計画全体にかかる費用は1兆数千億円となる予定だった。なお、 ゼンガー2以前にも1960年代に、ゼンガーというゼンガー2に類似した二段式の有翼宇宙機が西ドイツで構想されており、ゼンガー2という名はその光景という意味になる。ありがとうございます。